い、皆さんこんにちは、ヒデシャンネルでございます。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。突然なんですけど、皆さん SNS はやられておりますでしょうか、活用されておりますでしょうか。僕はね、何かの動画で言ったことあるかもしれないんですが、基本1個だけ、ツイッターですね、旧ツイッターか、まともに使ってるのはそれ1個だけです。で、SNS って、まあ、僕の使い方かもしれないんですけど、まあ、基本的に興味があるジャンルの投稿で、まあ、タイムラインは溢れてるんですね。なので、まあ、具体的にはフォローしてる方の投稿が並ぶという状況です。まあ、僕で言うとバイクだったり、あとは食べ物とかもあるかなとか、なんかな、あとはスポーツ、まあ、サッカー中心に、まあ、全般みたいなジャンルですね。なんですけど、たまにあれ指が当たるんかな、あのフォロー中じゃなくて、あのシステムのおすすめの方になってる時があるんですよ。なんか変なというと失礼ですけど、全然興味がないというか性に合わない投稿が目につくなと思ったらそっちになってることが多いです。で、人のつぶやきなんて本来ね、どうでもいいんですけど、バイク乗りにありがちなのかな、初心者にありがちなのかな、独特のハッシュタグ見かけませんか。具体的に言うとね、バイク乗りとつながりたい、バイク好きとつながりたいみたいな、とか、あとなんかな、バイク乗りとして軽く自己紹介みたいな、結構目にするんですけど、あれは何なんかな、どういう文化なんですかね。バイクなんてものは、なんていうの、思い立った時に一人で乗ってプラッと出かけるのが良さじゃないですか。なのに、ああやってなんか勝手に自己紹介して勝手につながりを求めるみたいな僕ね、わかんないんですけど、あれ何なんですかね、若い人独特な感性なんですかね。なんかデジタル上でのつながりを持ちたいとか、なんかコミュニティに属していたいみたいな、いるそれ。ちょっとね、そういう感覚持ち合わせてないんですけど、もしよかったら教えてくださいいりますかそれそういったコミュニティ。まあそんなものはね、実はまだ全然可愛らしくてね、微笑ましい方なんですよ。あの、見てて不快になる投稿って他にいくらでもあるんですよね。まあ、暴力とかね、差別はもちろんいけないんですけど、そうじゃないけども、なんか気分が悪いなこれみたいなのありませんか。最近目にするっていうか、この時期目にする代表的なもの、もう変な格好をして、もっと言うとコスプレをしてバイクに乗る、かつ群れる連中の投稿がね、もうね、気分が悪いっすよね、目にするとね。季節的に少し前だとハロウィーンね、でこれからの季節、今日ね12月3日ですけど、これからの季節だと、まあ、クリスマスでしょうか。ハロウィーンの時もなんか特攻服みたいな着たニーハンフルカウルのキッズがタクシーに突っ込んでませんでしたか。もう要はああいった連中を目にするんですよね。決してあのコスプレを否定するつもりでも何でもなくて、コスプレ自体はね、趣味として然るべき場所で、ね、然るべきルールにのっとって個人で楽しむ、全然いいと思う。まあ、イベントがあればね、そこで集まって楽しむのは全然いいと思うんですけど、まあ、コスプレしてバイクに乗ってる連中ってそうじゃないよね、絶対違うと思う。あの個人でやってるのは全然いいと思う、怪我しないようにね、
安全に運転していただければいいかなと思うんですけど、さっき言ったようにその手の連中って絶対群れるんですよね。一人じゃできないことを群れてやるなと思うんですが、皆さんいかがお思いでしょうか。ただでさえバイクなんてものはね、集まるとね、ちょっと怪訝な目で見られがちな趣味の代表的なものなのに、キチガイみたいな格好してブンブン言わして集まるんで、なおさら悪いですよね。まあ、目立つのが目的なのでしょうがないのかもしれないんですけど、まあね、良くないよねああいうのね。あ、もっと言うとね、まあ、クリスマス時期サンタクロースとかトナカイの格好してわちゃわちゃ集まってる、まあね、ちょっとかわいそうな人たちがいるじゃないですか。まあ、最悪いいにしましょう。なんかね、人によってはなんか道行く子供たちを笑顔にしたいとかいう気持ち悪い理由でお菓子を配ったりするみたいなのも見かけましたよ。もうゾッとするよね。ありえないよね。ね、どこの誰かもうわからないやつから口にするものを押し付けられるね。今時そこに変な薬成分入ってる可能性もあるじゃないですか。いやいや、そんなんほんまテロに近いと思う。だから、まあ、この動画を見てくださってる親御さん、まあ、いらっしゃるかどうか分かりませんけどね、ちっちゃい子供絶対受け取っちゃいけないと思う。 あと勘違いしていただきたくないんですけど、ボランティアとかね、なんていうかな、まあ、そういった特定の施設を回られる際にそういった観光をされてね、バイクで複数人でやられてるっていう活動もあるんですよ。ちゃんとした活動だと思います。そういった人たちとごっちゃにしちゃいけないですね。あの方たちって参加者からこう徴収した資金とか、あるいはまあ物販のとこで売り上げたお金とかもあるかもしれないんですが、そういったのをね、まあ、現金のままか物品にするのかいろいろあると思うんですけど、寄付したり持って行ったりするんですね。そういった活動があるんです。そういったのと一緒くたに、さっきの変な連中と一緒にしちゃいけませんというお話でございます。だからさっきのね、なんか変な格好して変な集まりをするやつらも、そういった活動をすればね、まだ批判が和らぐのになぁと思います。以上、この時期特に目にする変な投稿、変なバイク乗りの投稿が気になったので、ちょっとカメラを回してみました。はい、ご視聴いただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。Christmas.